晴らしいお知らせをお伝えしたら楽しみになります。お相手の相談員は井原純子です。よろしくお願いします。そうすると私の声が注意したいと思いますけども、ちょっと体調を崩しておりましてですね、声がちょっとあまり良くありません。聞きづらいかもしれませんけど、ご容赦していただければと思います。さて、今日はですね、コンサートがありまして、チャペルコンサート、はい、テーマは何だったんでしょうか。テーマはですね、天国というテーマでした。はい、はい、天国というテーマ、なんで天国というテーマだったんですか。はい、毎年この時期になりますと、2月5日が近づいてきてですね、日本26聖人の殉教の記念の集会があるので、まあ、その前にということで天国になりました。はい、はい、2月5日の、その、殉教集会というのはですね、お昼の2時から、今年は水曜日ですけれども、西高公園でですね、許可をもらって、そこで2時から、大体3時長くても半まで、1時間半長くてですね、場合によっては1時間ぐらいですけれども行います。ぜひ皆さんもおいでください。夜は6時半から、原爆資料館ホールのすぐ横にあります長崎市平和会館、同じ建物と言ってもいいでしょうかね、横なんですけども、そこで6時半から夜の9時までには終わりますので、ぜひおいでになってほしいというふうに思います。長崎の象徴であるかのような殉教と原爆というね、2つの場所で昼と夜に集会を行います。賛美歌を歌ったり、聖書からお話を聞いたり、そういう時を持ちますので、ぜひ、皆さんもお伝えてほしいと思いますが、今日はその、ことも含めまして、どういうこと、26世紀はどういうことなのかということをちょっと、お話ししていければと思っております。さて、今日はおはがきをいただいておりますひでさんからですね、はい、ひでさんはとてもいつもすごく綺麗な字で言いましょうか、きちっとね、一字一字がきちんとしているだけじゃなくて、まっすぐそしてきちっと並べて書いてあるんですよね、はい、非常に読みやすくて見やすくて、羨ましい限りというか、すごくまっすぐで几帳面だなというのを見て嬉しく思いますが、おはがきありがとうございました。前略、ラジオを毎週欠かさず聞いています。ありがとうございます、はいはい、こういう方がいるとやる方もとっても嬉しいんですね、はい、ひでさん本当にありがとうございます、本当に嬉しく思います。クリスマスのゴスペルコンサートを私の入院している病院で開いてくださり、ありがとうございました。本当に祝福されました。はい、もう本当ひでさんいてくれると嬉しいなと思ったんですけど聞いてくださって、こちらも本当に嬉しく思いました。ひでさんにリコーダーの特別出演をしてもらえばよかったのに。いや、お願いしたんですけど、ちょっとということだったんで、また後日、ひでさんの良い時に、はいはい、今度はですね、ひでさんのリコーダーを中心にしたコンサートですね、ひでさんをステージということで、ウィズゴスペルクラブということでね、はい、できればというふうに思いますけれども、本当に感謝しますというか、ひでさんですね、今度スタジオに来て、生でぜひね、顔は見れませんからやりやすいと思うので、ぜひ、リコーダーをね弾いていただければと思います、はい、これからもラジオとコンサートでいろいろなゴスペルソングを聴いていきたいと思います、はい、風の響きになって随分変わりまして、ただ正直言いますと、どっか昔で聴いた曲だなっていうのも結構あったりしてですね、そんな感じがあるんですけれども、今回は長崎教会の作詞作曲が、1曲も入ってなかったんですけど、2週3週、世界にブレイクする頃にはですね、長崎教会からの賛美もたくさん入っていることを私は信じております。ひでさんもよしよかったらチャレンジしてください。またラジオ聴いてる皆さんですね、詩を作るのが好きな方、曲を作るのが好きな方ですね、全段応募してほしいと思いますし、送っていただければ流したいなと思っていますので、詩でも曲でも詩と曲の両方でもいいですので、どんどんね書いていただければ、また作っていただければと思っております。リクエストはいつもグッドシングスをお願いしますと。これは昨年白馬に行った時の山田ゴスペルクラブを歌ったことですね、はい、どうぞ皆様お元気でお過ごしください、病院にてと。ありがとうございます、お元気でお過ごししたかったんですけども、実はですね、私はちょっと体調が良くなかったんですけども、純子さんはですね、腰が曲がってしまいましてですねおばあちゃんみたいになって腰が伸ばせるので、はい、腰が曲がった例かなとか言いながらですね、いや腰が曲がったまま 手叩いてゴスペルを歌ってるんですけど、はいはい、腰が曲がってもね、笑顔でいれるのはやっぱり神様知ってるからと思いますが、はい、ただ真面目にまだ若いのでまっすぐ腰が伸びてほしいと思っております、はい、私も体調が回復してですね、
元気に今日ねコンサートの時に賛美の時に咳が出て歌えなくてですね、メッセージの時もなんかぼーっとしてて話がなんか全然こう力が入らなくて本当にちょっと残念だったんですけれども、まあ、そういうことのないように、明日はですね礼拝で、本当に、神様の力をいただいてやりたいと思います。ラジオを聞いている皆様ぜひ礼拝に来て、あるいはオンラインで一緒に礼拝に参加してくださって、力をね神様と一緒に、いただければと思います、はい、それでは、1曲目オープニングにヒデさんのリクエストで、お送りしたいと思います。はい、ヒデさんリクエストありがとうございます。オープニングにいつもグッズシングスを聴いてください。作曲、エリア漆島さん、デイビッドさんです。どうぞお聴きください。You always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us. Yes, you really do. You always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us. Yes, you really do.いつも良いことを今日に隠し、主はいつも良い技をなしてくださり、主はいつも良いことを今日に隠し、主はいつも良い技をなしてくださり、悲しみ苦しみ全て喜びに変わり、感謝と賛美でさあ叫べ、主はいつも良いことを今日に隠し、主はいつも良い技を成してくださる、Always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us. Yes, you really do. Always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us. Yes, you really do.ゴスペルクラブがこれは昨年の白馬大会で、演奏、まあ、演奏とか出演の時に賛美しました。いつもグッズティングスでした。残念ながらこの時はね15位内に入れなくて残念だったんですが、今年、次点枠で再び、行って、そして15位内に入っていただきたいと
まあ、願っております。はい、劇でさんも応援してあげてください。はい、さて、26世人の殉教記念というのが2月5日なんですね。1597年、まあ、16世紀末ですけども、京都大阪で捕まった24人のキリシタンたち、6人の外国人神父を含む24人のキリシタンたち、その方々が1ヶ月余り、この歩いてほとんど徒歩で、まあ、長崎まで連れてこられて、そして途中でですね、まあ、身の回りの世話をするためについてきた付き人だったフランスコ吉という方とペトロスケシロウという2人が自分たちも殉教者に加わりたいと言って26人になります。そして26人で西高の丘で2月5日、水曜日だったんですけれども、まあ、十字架につけられて、貼り付けになって殺されます。それが日本26世人という、まあ、公式の、公式での、まあ、日本最初の殉教者。実はそれ以前にもキリストを信じて殺された人はいたようなんですけれども、まあ、公式ではまあ最初と言われています。日本最初の殉教者となっております。で、まあ、そのことをですね、まあ、私の教会の群れの、まあ、責任者でもらえますパウラー・キモ牧師という東京の牧師の方が、実はまあ結婚式を1996年の2月5日の日にですね、実はこの彼らが殉教した日にパウロ・ミキハイスというところですね、その26人の中のパウロ・ミキという説教者がいたんですが、そのパウロ・ミキをことを思って作ったパウロ・ミキハウスが東京にあるんですが、まあ、そこで結婚式が挙げられたんですね。まあ、そういうこともあって特別な導きとかを感じております。で、毎年私たちは2月5日には集まって共に神様を礼拝し賛美して殉教に備えていると、まあ、昔の話ではなくてこれからやがて起こるであろう殉教に備えているわけであります。さて、まあ、日本26世人ってね、まあ、初めての方もいらっしゃるし、ラジオでね聞いた方は、まあ、以前は私よく話しましたので、もうよくもうね何とか聞いて知ってる方もいらっしゃると思うんですが、純子さんが日本26世人と聞くと、まあ、何が一番心にすぐ思い出されるというか、ふっとこう浮かんできますか？はい、先日木曜日に西坂に行ったんですね。うん、で、ポカポカすっごく暖かい天気だったんですけど、一人のお母さんが来られたんですね。うん、で、なぜかというと諫早からお子さんをもうすぐ出産で臨月でいつ生まれるかわからないお子さんが学校に通ってるというんで、すぐ近く の, ビジネスのですね、で朝7時ぐらいに出てこの西坂まで来て、その学校が終わるまでずっと待ってるんだそうです。で、もう本当にいろんなレストランに行ったり本を買い込んで読んで 4,5 時間待ってる。で、それでもう時間があるので西坂に来てずっと見ながら、この人たちはどうしてこう怖かったでしょうね、これ死んでいくときどうして人を許して死んでいけたんでしょうねって言われたんですね。で、私もいや本当に本当に彼らは喜んでいたんで、その秘訣っていうか、どうして殺されるときに人を許せるのか、それ不思議ですよねっていうことで、それをですね、2月5日に2時からこの西坂のこの丘でこの場所で集会があるのでぜひ来てくださいということでご案内をしたんですけれども、その何ですかね、本当に喜んでいる、なぜ喜べるのかっていうのがなんかその時本当に思いました。で、私が一番思うのはその2人のお父さんと息子さんが26人の中にいて、15歳だったかな、15歳の息子さんと60歳、はい、トマス子ですね、はい、で、そのミカエル子だっけ、お父さんが、はい、その15歳の息子さんが三原まで歩いてきて手紙を書くんですけども、お母さん広島県三原ですね、はい、はい、ファースト、ミッショナリーファーストビューティーのご主人の出身地です。はい、はい、その残しているお母さんに、はい、と二人 の, 息弟たちに手紙を書くんですけども、はい、心配しないでくださいって、悔い改めが一番大事ですから、それを弟たちにぜひ教えてくださいって。で、私はそれが一番心に今は残るんですね。どうしてかというと、そのお母さんを持って、まあ、私が母親なので26世人全員男性なんですけど、やっぱりその陰に家族がいて、その家族の人たちにそういう思いやって、なんていうか全然悲しまないように、むしろ悔やみをしっかりして一緒に
あの天国に来てくださいということで、あのそれが心に今は来ます、うん、今は来るってことは以前は違うなって以前はあの他の人だったりまあ、今お話しされたのはあれですけど、トマス・コダキというのは15歳の少年、お父さんのミカエル・コダキというのは65歳じゃなかったかな、ちょっとはっきりしませんが、まあ、そしたら50歳の子供ということになりますが、しかしこの、まあ、親子で殉教したんですね。で、広島の三原に来た時に三原城で一泊するんですが、そこで、まあ、彼はお母さんに手紙をしたためます。まあ、お母さん、お父さんも私もとっても元気に過ごしております、何も心配する必要ありません、天国への旅路を喜んでおりますと。そして二人の弟のことを書いて、お母さん一番大切なのは悔い改めだから、毎日悔い改めて感謝をしていれば必ず天国パライソに行けるので、それを忘れないでお父さんお母さん、お父さんの先に行って待っておりますからおいでくださいと。その後で二人の弟をくれぐれもよろしくと、間違っても異教徒に渡さぬようにと、彼らが本当に来た信仰を最後まで守って一緒に天国に来てくださいと、くれぐれもよろしくお願いしますっていうふうに、今お母さんに手紙を書くんですね。まあ自分たちのことは心配しなくていいって思いやりと、お母さん必ず信仰を最後まで守ってきてくださいよってことと、二人の弟のことは任しましたよっていう、まあ、まあそういう3つのポイントがあったと思うんですけども、まあ、そういう手紙を書いて、で、まあ、あの手紙の出しようがないので、お父さんに渡す。お父さんも出しようがなかったので、お父さん懐にしたためていて、それが殉教した後にお父さんの懐から、まあ、殉教で血に染まった手紙がまあ残ってるんですね。それでその手紙が今でもまあ残っているんですけれども、まあ、そういう手紙を書いたのがトマス・コダキであります。まあ、母親なのでやはりそれがこれに残るわけですね。もし私とですね、まあ、子供のうちどれかが二人の弟というから、長男か次男になりますけども、はい、次男になるかな、二人の弟だったらね、まあ、二人の弟だけじゃなくて二人の弟と次男の場合は、三人の妹になるわけですね。まあね、なるわけですけども、まあ、一緒に殉教するとして、そういう手紙が来たとしましたら、純子さんはどんな感じでしょうね。いや本当にこれはすごいことと思いますが、あのなんていうかな、もうお母さん大変です、もう助けてくださいっていう手紙が来たら、もう本当に気も狂わんばかりにあの痛むと思うんですね。でもそこでなんていうか、あの本当に きつかったと思うんですけど、お母さん心配しないで、あの私は天国に行くから悔い改めをしっかりして、そこまでなんですか、信仰をしっかりして喜んで生きてくれてたら、やっぱりすごく嬉しいと思います。はい、はい、あのトマス・コダキは無理してお母さんを思いやって書いたとは思わないですね。彼の本音だったと思うんですね。もう本当に天国に行けるってことに対する確信と喜びがあったと思います。だから母親に、もう本当に自分たちのことは心配しなくていいよって、まあ、無理なく心からかけて、その上でお母さんのことを気遣って必ず信仰を全うして天国に来てほしいってことと、二人の弟のことを本当に、まあ、兄貴として心配していて、ね、あの子たちが信仰を失わないようにこれから迫害が厳しくなった時にということで、まあ、母に委ねたんだと思うんですね。まあ、そういう意味ではトマス・コダキもお父さんのミカエル・コダキももう、まあ、信仰に関しては天国に関してはもう確信を確かに持っていたんだ、そして喜んでいたんだというふうに思います。まあ、26世人の話をいくつかしたいと思うんですけども、彼らに言える言葉は、まあ、喜びっていうことなんですね。殉教というと暗いイメージ、悲惨なイメージがつきまとうと思うんですけども、まあ、彼らは本当に喜んでいた。でもう一つは許しなんですね。そのいつも死ぬ時には人を呪ったり、なんかこうわめいたり騒いだりっていうことがあると思うんですけどね、殺される場合、彼らの場合は本当に自分を殺す人を許しながら、心から許しながら、逆にその殺す人たちが本当にイエス様を信じて天国に来てくれることを願いながら、許しながら、喜びながら、そして賛美しながら天国に帰っていった。それが26世人たちの特徴なんですね。なぜそれができたのか、それは彼らがイエス・キリストを信じていたからです。イエス・キリストと共に歩んでいたからなんですね。で、この番組で一番願っていることは、たくさんゴスペルを聞いてもらっていろんな話をしますが、このイエス・キリストという目には見えなくても生きている現実のある方、本当にあなたを命をかけて愛してくださった方、その方に皆さんが出会ってこの方と一緒に歩んでほしいという、それが一番の切な願いです。ぜひ今晩ですね、そのイエス・キリストに出会い、
そのイエス・キリストを知ってる方はもっと深くイエス・キリストを知って、彼らが持っていた喜びを持って歩んでいってほしいというふうに思います。それでは1曲目聴いていただきたいと思います。先週流そうと思って流せなかった曲なんですけども、新しい歌手片野響の10番に載っている曲です。はい、次に聴いていただく曲はイエス・我が救い、作詞作曲笛弘太さんです。どうぞお聴きください。好きですね。イエスは マシア派っていうのはどういう意味ですか、純子さん。イエスはメシア、イエスは救い主。はい、そうですね。はい、イエスは我が救い主という意味ですね。私はすごく好きな賛美なんですけれども、26聖人の話に戻しますが、まあ、26聖人、26人いたわけですけれども、今、まあ、トマス・コダキとお父さんの、
ミカエル子だけの話をいたしました。まあ、さっき純子さんちらっと言いましたが26人全員男性です。もちろん日本ではその後女性の殉教者、子供の殉教者はたくさん出ますが、一番最初は男性だけだったんですね。男性が、女性はいなかった。子供はいたんですけども、子供12歳に13歳15歳といたんですけども、19歳もいたんですが26人だけですが、ちょっと今日はですね、いつもオペレーターをしてくださっています、名前が変わりましたミッショナリーファーストビューティーに聞いてみたいと思いますが、ミッショナリーファーストビューティーが心に一番残っているというか26世人と言って聞いてすぐ思い出すのはどなたでしょう。ペドロ・バプティスタ・シープ、はい、どういうところがいいんですか。なんかもう本当にこう自分たちはこうこれから殉教していくのにこう残った日本人のこう救いのためにこう泣いたっていうのがです、ね。ミッショナリーファーストビューティーはですね、名前の通りミッショナリー、もう宣教のために命を捨てなかった人なんですね。で本当はもう今すぐ世界中飛んでいってアフリカとかアメリカに飛んでいってイエス様のことを伝えたい、もうそのためならもう何もいらないっていう人なんですが、今は日本からラジオで発信しております。そのペトロ・バプティスタというのは実は26人の中のリーダーでした。で、フランス教会の、まあ、神父で、実はフィリピンに来てフィリピンの総督をしていたんですけども、フィリピンの、まあ、王様といいましょうか、そういう方々から、まあ、日本との交渉のために使わされてきて、そしてそのまま豊臣秀吉と、まあ、この会いに行って、そしてそのまま、まあ、日本に残ったんですね。そして、イエズス会というグループがすでに宣教したんですが、イエズス会はトップダウン、まあ、それは日本に来ていろんなことを見た上で日本はそれが一番合っているということが分かったので、フランス語旅はすごく頭のいい方で、最初はいろんな方法だったんですけど、まずトップに行かないといけないということが分かって、トップダウンの方法でイエズス会は宣教を開始しました。そして本当に粗末な格好してたらダメだ、きちんとした格好してないと日本人は信じてくれない、受け取ってくれないということも分かって、きちっとした格好であるという、まあ、そういうイエズス会のトップダウンの方法があったわけですね。それに対して、まあ、フランス語会というのは、うちの純子さんが大好きな、ね、ブラダーさんシスタームーンの世界ですのでフランス語会ですね、本当に、そういうフランス語界の世界ですので、まあ、貧しい人たち、貧者の家とかですね、あるいは大病人の家とか作りまして、病院みたいなの作りまして、そういう人たちに使えるというのが、まあ、彼らの奉仕の仕方スタイルだったんですね。だから、まあ、どっちかというとそういう弱い貧困なものはそういう人たちにどんどん使えていくという方法だったんですね。まあ、どちらがいいというのはちょっと横に置きたいと思いますが、そうやって宣教していくということでペトロ・バプティスタたちはやってたわけであります。でその中でどちらを通してもクリスチャンがだんだん増えてきて、まあ、それで、まあ、ついに捕まることになったわけですけども、その時に、まあ、ペトロ・バプティスタは26人のうち6人が外国人神父で、まあ、彼が リーダー格だったわけですね。で、まあ、それ彼は捕まりまして、ずっと引っ張られてきて、ついに、この園木の海まで来た時ですね。実はその前に、峠があるんですね。何峠でしたっけね。田原坂峠、ど忘れしました一瞬ね。その峠に来た時ですね、もう本当に苦しくて、彼らはずっと賛美をしたり、特にパウロ・ミキという方はずっと説教して歩いてきたんですね。ところがそこまで来た時に、そのもう通り、まあ、行き交う人がほとんどいない、だから説教するにも、それともう一つ坂がすごく急で厳しくて、まあ、声が出ない、しかももう1ヶ月以上歩いてきて、1ヶ月ぐらい歩いてきてますので、相当日は溜まってて急な坂を歩いて、しかも人が通らないので話す相手もいないと、ということで黙々と歩くわけですね。で非常に厳しい、さすがに彼らも疲れてきて本当に厳しかったわけですね。ところがついに峠に差し掛かった時に、こう本当にその峠からその素晴らしい風景を見えた、大村湾の、私はいつも言います、大村湾ってのはガリラ湖に似てるんですね、特にとってもいい時ね。申し訳ありません。それでその、まあ、感動したわけですね。こんなに厳しい地上の峠でも峠を乗り越え、ここ峠を越えていくときた時にこんなに美しい風景が待っていると、この殉教の旅もこの殉教をした後に素晴らしい縁の天国が待っているんだって、まあ、そういう希望に燃えたわけですね。そしてその峠を降りてきて、その日の 海に来たわけですね。でその時に少し時間を、まあ、休憩の時間があったので、みんなはそれぞれゆっくりしてたわけです。その時その日のその港で岩の上に腰を下ろして、ペトロ・バプティスタがその日の海を見つめながら、
その本当に今のこの美しい風景を見て感動したんですけども、それでふと思い出すんですね、京都に残してきたその貧者の家の人たちのこと、雷病人の家の人たちのこと、彼らは今日ちゃんと食事を食べているだろうか、ちゃんと世話を受けているだろうか、彼らは今日もまだ生きているだろうか、もう死んでしまったんではないだろうかと。そしてさらに彼は思うんですね、やっと働きが始まって日本もどんどんイエス様を信じる人が増えてきて選挙が進んできた、なのにこうして捕まっていくと、自分が死んでいくことも仲間が死んでいくこともそれは別に悲しいことではない、キリストのために死ぬんだから幸せだ、だけどそのことによってこれからどんどん太閤秀吉、ね、秀吉が当時権力を持ってましたから、太閤様はキリスト教を迫害していく可能性があると。そしたら私だけじゃなくて仲間たちもみんな殺されてしまうかもしれない、その時みんなは信仰を最後まで守れるだろうか、いやそれ以上にまだキリストを知らない人たちは一体どうなってしまうんだろう、彼らは最後まで信仰を持てるんだろうか、彼らは最後まで信仰を持ち続けることができるんだろうか、あるいはまだ知らない人はどうやってキリストを知るんだろう、この国の人たちはまだキリストを知らない人がたくさんいる、一体その人たちはどうなってしまうんだろうってことを考え出した。彼は最初海を見て天国のことを思って喜んでいたんですが、その貧者の家との人たちのことを思って心が痛みだし、そして仲間の人たちが信仰を最後まで守ってほしいという祈りになり、やがてまだイエス様を知らない人たちのことに思いが及んだとき、ペトロ・パウロスの心はキリキリと痛んだんですね。まだこの国にキリストを知らない人がいる、そしてこのまま行ったらその人たちに福音を伝える人まで死んでしまう、彼らは福音を知らないままこの国の人たちは死んでしまうかもしれない、これ以上クリスチャンがもう増えなくなってしまうのかもしれない、そう思うと心はキリキリ痛んで、ペトロ・バプチストの方から目から涙が止めどなく流れたんですね。でこれはミッショナリースピリット、宣教師魂です。ペトロ・バプチストは、神父ですから独身でした。奥さんや子供はいませんが、兄弟も両親もいまして、で、彼はイスパニア、スペイン出身ですから、スペインには両親も家族もいたわけですね。でもその自分のスペインのことでもない、土地を通過したフィリピンの国でもない、家族のことでもない、この日本という国の将来、そしてまた神を知らない人たち、同じクリスチャンの仲間の人たちのことを思うとき、彼は涙を流さずにはいれなかった。もう勝手に頬から涙が出てたまらなくなったわけですね。これが何でしょうね、本当にイエス様を愛し、イエス様から使わされたときにその国の人を愛するスピリットを宣教したましたと思うんですね。彼はそれを持っていた。ところがですね、日本の武家や役人は分からないんですね。でこの役人たちはですね、彼が泣いてるのを見てですね、遠巻き見ていてですね、話したわけですね。見てみろってね、あの子をね、神父でさえ、ね、立派なことを言ってたけども、ね、いざ死ぬのが間違いになったらやっぱり死ぬのが怖くて泣いとるわいって言ってですね、バカにして笑ってたわけであります。その時パウロ・ミキという、このパウロ・ミキはですね、武士出身なんですね。このパウロ・ミキはそれを聞いて、武士なんですね、誇り高き武士なんです。それで思わずも、もうパウロ・ミキはなんでペトロ・パウロスがないと分かるけど、そういう話を聞いて思わずもペトロ・パウロスのところに行ってですね、言うわけですね、ペトロ・パウロス神父って、あなたがお泣きになる気持ちは私にはよく分かります、でもキリストを知らない役人どもがあなたは死ぬのは怖いと言って泣いてると言って誤解しています、泣かないでくださいって言った時にペトロ・バウチストはその役人たちが誤解しているのを聞いて、役人たちが間違った死ぬのは怖いと思って、キリシタンたちはそんなんだと思ってはいけないと思って涙を止めるんですね。彼はあくまでそのまだキリストを知らない人たちにイエス様を知ってほしい、そういう人たちが本当につまずいてほしくない、キリストを知ってほしい、死にてほしいという強い願いがあって泣いていた涙をそこで止めます。で私すごいなと思うのは、泣いてるのも感動するんですけど、涙を止めたペトロ・バウチスタ神父、怒るのでもない、怒るのでもない、落胆するのでもない、すっと涙を止めて、その役人たちがつまずかないように彼らに本当にイエス様を知ってほしいと思って、涙を止めるんですね。実際彼は最後、ね、パウロ・ミキは十字架の上からこの役人たちに説教しますし、ペトロ・バウチスタも最後までキリストのことを述べ伝えていくわけですね。で彼らの心の中にあったのはイエス・キリストを知ってほしい、一人でも多くの人に伝えたいという願いだったんですね。でペトロ・バウチスタの一つの願いがありました。26人全員が、自分も含めですけど、最後までキリストを愛して、最後までキリストを信じて、従い通して殉教を全うしてほしい、誰一人滅びることなくという願いがあったんです。で祈っておりました、ペトロ・バウチスタ。そうしましたら西田川の丘で殉教になった時、東と西の両端から順番に殺すんですね。
まあ、フィリッペという一人の青年がいて、彼がちょっと背が高すぎて当て気が合ってなかったので最初に殺されるんですが、その後は東大から順番に殺されていきます。そうするとペトロ・バプチストは本当は最後の方よりちょっと早めに死ぬはずだったんですが、ペトロ・バプチストは最後にされるんです。その理由は、まあ、彼がリーダーでしたから、その他の人たちが死んでいくのを見たらたまらなくなって、もうやめてくださいって言うんじゃないかと、そしてもうやめてください、分かりました、もうやめてください、信仰してますって言うんじゃないかという、役人たちの全く神を知らない人たちの考えですけども、まあ、そういうことで、まあ、最後にされるわけですね。全員の死ぬのを見せてやろうってことですね。そしたら苦しむだろうし、殉教やめるだろうと思ったんですね。そしたらペトロ・パウロはそうじゃない、全員が本当に喜んで神のもとに帰るのを見届けたいと思ってた。最後になったので全員が本当に神様に賛美しながら殉教していくのを見るわけです。で、電話殺されるのを見終わった後、ペテルバチスタは神様に本当に心からハレリアって言ってですね、本当に全員が死を愛して最後まで殉教できたことを喜んで、彼も槍を受けて殉教していくですね。まあ、それがペテル・バプチスタであります。ミッションのファーストビューティーはそのペテル・バプチスタが、まあ、ここに残ってるわけですね。はい、はい、英語でもいいんですよ、イエス。であのミッションファーストビューティーはですね、日本人も大好きなんですけども、もうあの外国人が大好きでですね、ラジオを聞いてる皆さんで、もし外国人の友達がいたら、まあ、ぜひ長崎教会に外国人を連れてきてください。ミッションファーストビューティーがもう満面の笑顔と、もう滑らかな英語でですねお迎えいたしますし、英語じゃなくてもですね、フランス語もあのやってたそうですので、フランス語でもできますし、ダニ語でも結構ですので、ぜひ来てほしいと思います。日本のことを思って涙を流した宣教師がこの国にいました。そして日本人のことを思って、その涙を止めるほど日本人の魂を求めた宣教師がいました。これは特別なことです。で、その彼らの涙と祈りと殉教の血を神は忘れておられません。これからこの終わりの時代に日本という国は神の特別な愛の中で持ち上げることを私は確信しております。それは私たちが今の世代が立派だというのではなくて、歴史を導いている神様の大きな歴史の流れの中で、神様が彼らの祈りを聞き、彼らの殉教の血を忘れないからです。その神の真実によってこの終わりの時代に日本という国は特別に持ち上げでしょう。それでやっと日本の負債は返せるのです。たくさんの国がこの国のために祈り捧げ人生を捧げた宣教師たちが、ヨーロッパからもアメリカからも、そして最近はアジアからも、特に韓国からもたくさん来ました。私たちは Y の時代に特別に用いていただいて、全世界にことによってやっとその負債を返すことができるんですね。ぜひそのことを覚えていてほしいと思います。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。安らぎの、あ、じゃなくて風の響きに変わりました。その第1週の58番に載っている曲です。はい、次に聴いていただく曲は目を上げて、作詞作曲福部ひろたさんです。どうぞお聴きください。前向いてイエスの
それではここで聖書から短くお話をしたいと思います。純子さんに聖書を読んでいただきたいと思います。はい、今日は新約聖書ピリピ人への手紙3章20節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。はい、ありがとうございます。私たちの国籍は天にあるという御言葉ですけれども、まあ、26節のことを今日はお話しておりますけれども、まあ、26節のことを話すと、まあ、すぐ心に来るのが実はルドベオ茨城という最年少の12歳の少年と、先ほどちらっと出ましたパウロ・ミキという33歳の青年説教者なんですね。で、今日はこのルドベオ茨城のことをちょっとお話したいと思います。今までも何度か話しましたので、ラジオを聞いている皆さんの中にはもう覚えていらっしゃる方もいるでしょうけども、彼は当時、まあ、満12歳、あ、門井12歳なのかな、まあ、12歳の少年でした。で、26年になって一番最年少だったんですね。で、彼は捕まって、そして、1ヶ月近く歩いて博多、そして、佐賀の山本という村にたどり着きます。そこで、まあ、役人たちが順番にこう引き渡しながら来てたんですけども、最後の、寺田半三郎という死刑執行する役人に引き渡されます。その時寺田半三郎は12歳の少年ルドベオ茨城を見て、この少年がとっても明るかった、まあ、そんなに利発で賢いっていう感じではないけど、とっても痛いけな明るい少年だった。その彼を見た時に心痛んだわけですね。この子を殺さなきゃいけないってことに。で、実は寺田半三郎っていうのはお兄さんの寺田博隆が、洗礼を受けたパウロ・ミキとから学んで、洗礼を受けて、彼も一緒にパウロ・ミキから学んで、洗礼を受ける一歩手前で洗礼を受けなかったけれども、まあ、キリストを実は勝って信じたことがある。キリスト教は素晴らしいと実は思ってるんですね。で、お兄さんが朝鮮出兵で行ってたので、代わりに弟がその役を引くことになった。で、なんとか彼らのことを本当は助けたいと思ってる。で、一番最初に話しましたね、本来24人捕まっていたのに26人になったので、2人は余分なんですね。だから24人殺せば別に、太閤秀吉にも別に面目が立つわけですね。2人は本来付き人だから。だから1人ぐらいは助けることができると。と思って、寺田半三郎はルドビコにですね、お前の命は私の手のひらの中にある、ね、お前を助けようと言ってですね、俺の養子になれと、わしの養子になれ、故障になれと、そうすればお前は助かるぞというわけですね。そうすると寺田ルドビコは、ペトロ・バウチスタ神父、先ほどお話しましたこのリーダーにですね、行って実はその寺田様が養子になれと言われるんですけど、どうしましょうかって言ったんですね。ただペトロ・バウチスはね、何も信じそうことはないよと、ね、養子にしてくださるなら養子になりなさい、ただしイエス・キリストを信じる信仰だけは失わないようにって言ったら、もちろんですと、信仰を失って生きていて何の価値がありましょうって言って、ニコッと笑って寺田半三郎も行くわけですね。寺田様ありがとうございます、それなら養子にしてください、でも一つだけお願いがあります。なんだって、ね、いや、イエス・キリストを信じる信仰だけは、これだけは捨てられませんので、それだけよろしくお願いしますって言った瞬間、寺田はですね、待て待てと、他のことは何でも言うことを聞いてやるけど、そのキリストを信じる信仰だけがまずいんだ、それさえ捨ててくれたら、それさえやめてくれたら、あとはもう何でも言うことを聞いてやる、どんなことでもしてやるから、それだけやめろって言ったんですよ。そうしますとルドビコはですね、もう本当ににっこり笑って、寺田様って、キリストを捨てて何になるんでしょうって、あ、それならば養子はもういいです、私はキリストを信じて天国に参りますって言うんですね。ところがルドビ、寺田半三郎は本当にルドビコを助けたかった、まあ、もう一つは後ろめたさもあったんでしょう。それで必死になるわけですね。いいかルドビコ、よく聞けよと、俺の養子になったらな、うまいもんはいくらでも食べれると、それにご馳走たくさん食べれる、それ服だっていくらでも着れる、刀を刺して武士になれる、武士になれると、お前はこう俺の養子だとあと50年生きれるぞって、何も死ぬことはないじゃないかって、こう必死になってこうルドビコを説得しようとするわけですね。そうするとルドビコは寺田半三郎の方を見て、殺される方のこの少年が自分を殺す権威を持っている寺田半三郎の目をしっかり見て、しかも微笑んではっきり言ったんですね。寺田様って、この世の富はつかの間のものでございます、この世の命もつかの間のものでございますって、それを永遠の命に変えることはできません、私はキリストを信じてこのキリストを共に永遠に祈とうございますって言って天に指さしたそうです。そしてさらにこう言ったんですね。寺田様、あなたの方こそキリストを信じて私と一緒に天国に参りましょうって、こう逆にルドビコは
寺田派にキリストのことを伝えたわけですね。寺田半太郎はその本当に純粋なまっすぐな目を見て、思わずも目を外して分かった、もういい、そういったそうであります。そしてルドヴィゴはさらに旅を続けて西高の丘に着きます。西高の丘が近くなった時、さすがにみんな疲れていたんですが、西高の丘が見えた時、まあ、子供は遠足に行ってもそうですけど、頂上が見えると走り出す。ルドヴィゴは走り出します。そして誰よりも一番最初に西高の丘に着きました。役人たちはまだ彼らがつく十字架を作っていて、もう最後の十字架あたりだったんでしょうか、まあ、最後作ってるところでした。そしたらルドヴィゴが来ます。私のつく十字架はどれですかって。役人は彼を見て、お前誰だって、あ、一番のチビかって、ほらあそこにあるあの一番小さい十字架、それがお前のつく十字架だと指さしたわけですね。ルドヴィゴはその自分がつく十字架に走り寄っていきました。そしてその十字架をしっかりと抱きしめて頬ずりして、そしてそこにかけられていくわけですね。自分が殺されるその十字架を本当に頬ずりして口づけして喜んでそこに着きます。そして十字架に上げられて、いよいよ死にが間近になった時に、隣のアントニオと共に詩篇113編、子供たちの子供たちを、まあ今の聖書では死のしもべたちとなっていました。当時死の子供たちとなっていた死の子供たちを、死を褒めたたえ祭るという当時有名だった賛美歌だそうですけども、その賛美を声高らかに、まあ、銀の鈴のような声だったと書いてあります。12歳はまだ声変わりがしてないのできっとそうでしょう。13歳のアントニオという少年と共に2人で歌い始めます。その声が西高の丘にこだましたとき、まあ、有名な賛美歌だったこともあって、見物人たちが、まあ、4000人いたと言われるんですね。すごいなと思いますけれども、その4000人たちがその歌に昇和して大合唱するんですね。そして神を褒めたたえます。そしてそこに天国が降りてきたと言われています。その賛美が終わった後に彼らは槍で疲れて殉教していくんです。でも本当に喜んで輝いて殉教していきます。今日は話しませんが、実はパウロミキは許しの説教をしました。許しながら喜んで輝いて殉教していくんですね。誰をも恨まず、本当に彼らは、天国に行けると喜んでいたんですね。彼らは自分たちが死んで終わりではない、死は終わりではない、この肉体は朽ちても霊は永遠に残り、そして新しい復活の体、永遠に朽ちない体をいただいて永遠に生きるということを知っていたのです。これは単なる知識ではありませんでした。確信でした。そしてそれは真理です。だから彼らは死を前にして恐れずに喜んで殉教していったんですね。なぜ彼らがそこまで死を恐れないでいれたのか、実はもう一つあります。それはこれから起こることを信じていたってわけではなくて、すでに彼らは天国を体験していたんですね。その迫害や肉体的疲れの中でも、神が共にいる、イエス・キリストが共にいる、聖霊様に満たされるという神と共にいる喜びを彼らは知ってた。だから彼らは本当に喜びながら天に帰っていくことができたんですね。いろんなルドヴィゴは食べ物や、私は食べ物が危ないと思うんですけど、着るもの、もう着るものは私はあんま興味ないので大丈夫でしょうけど、それから立場、これも男性なら危ないですね、名誉よく、いろんなものを持たされてもびくともしなかったのは、神と共にいることの喜び、神と共にいることの素晴らしさ、これを彼はすでに知っていた、体験していた、現実であった。だからペトロ、だからルドヴィゴ・バラギはそんな誘惑されても、それに全く動じずに天国に向かってはっきりとそれを選べたんだと思うんですね。で、私たちがその喜びを知っているかどうか大きいです。ラジオの前の皆さんですね、イエス・キリストを信じる者は神が共に来てくださるのです。神は共におられるのです。このキリストを共にいることはどんなものにも勝る喜びです。病気であろうと、お金がなくなろうと、立場を失おうと、神が共にいるなら私たちはいつも喜んでられる。で、もちろん神が共にいるので病気に打ち勝って癒されます。失った立場を神はもっと良い形で返されます。経済的な困難に勝利して本当に与えるものの祝福に変えていかれます。でもそれは結果としてそうなるんですが、中心はそれじゃない。神が共にいる喜び、この本当に神が共にいる喜びを彼らは知っていた。だから殉教ということは前になっても彼らは平気だったんですね。で、その喜びをぜひ皆さんですね、このキリストと共に歩んでいただきたい。で、今日ラジオを聞いてみますので、まだキリストを知らない方はぜひキリストを信じてこの喜びを体験して、なんでその喜びが来るのか、私たちがこの世のことに目を留まってそれで喜びを失うのは罪の結果です。神を罪の結果、神から引き離されてしまった憎しむ心、また良くない心、
でその罪があるから、でその罪を罰と死が必ずやっています。それを全部身代わりに引き受けたのがイエス・キリストの十字架だったんですね。私が自分の罪を認めて悔い改めて、イエス・キリストの十字架を信じて、復活されたキリストを信じて祈るなら、その代わりに全部罰も呪いも裁きも受けてくださったキリストの十字架によって罪は許されて、復活されたキリストによって罪に勝利して、今言った神が共にいる喜びを体験できるのであります。ぜひ今晩その喜びを持って新しい人生を歩んでほしいと思います。お祈りしたいと思います。ぜひラジオを聞いている皆さん、一緒にお祈りしてください。よく分かった方もいいし、よく分からなかった方もいると思いますが、分かっても分からなくてもキリストを信じることができます。信じたとき、あなたの内側に新しい命が、この喜びが始まります。ぜひ今晩一緒にお祈りしてください。私が祈りますので、ついて祈ってほしいと思います。天のお父様、天のお父様、私の罪を悔い改めます。私の罪を悔い改めます。イエス・キリストが、イエス・キリストが十字架で、十字架で私の罪の身代わりとなって、私の罪の身代わりとなって死んでくださったことを、死んでくださったことを信じます。信じます。三日目に、三日目に復活されたことを、復活されたことを信じます。信じます。イエス様、イエス様、私の中に来て、私の中に来て、私と共に、私と共に天に帰る日まで、天に帰る日まで、いつも、いつも共に、共に歩いてください。歩いてください。主が共にいる、主が共にいる喜びを、喜びを私にも、私にも与えてください。与えてください。信じます。信じます。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって祈ります。祈ります。アーメン。アーメン。ラジオを聞いている皆さんですね、イエス様を信じられたあなたの内側に主が共におられます。この主をもっと深く知っていくために、ぜひ礼拝に来てほしいと思いますし、聖書を読んで、そして祈っていただきたいと思います。よくわからない方はですね、お電話やメールやお便りをください。また聖書欲しい方も教会にご連絡していただければと思います。メールや電話やその宛先を先に今日は言っていただきましょうかね。はい、メールアドレスですが、 767jesus@gmail.com、767jesus@gmail.com です。またお電話もください。電話番号、市外局番0958433178、住所はお手紙の場合はですね、長崎市平和町 5-6-2 階、平和町 5-6-2 階までお手紙ください。はい、ここで一曲聞いていただきたいと思いますが、予定していた曲はちょっと長いので一曲飛ばしまして、38番、風の響きの38番の方を聴いていただきたいというふうに思います。はい、次に聴いていただく曲は詩編117編、作詞作曲淵野翔子さんです。どうぞお聴きください。それではお祈りをしたいと思います。ラジオの皆さんですね、皆さんの心からの願い、あるいは病気や問題の解決、自分のことだけじゃなくて家族や友人のことなど、どんなことでも構いませんので、主の前に心からの願いを注ぎ出していただきたいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。
天のお父様、主イエスキリストの御名によって父なる神の御前に出てまいりました。今ラジオの前によって皆さんと共にあなたの前に祈ります。どうぞ一人一人の願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を与えください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を治れ。そううつ病、統合失調症、シャタンの声に騙された者たちをその声から癒しまってみない、解放されなさい。イエスキリストによって脳梗塞の後遺症を癒しされよ。イエスキリストによって言葉が話せるようになれ。対人恐怖症、人がたくさんのところに行くのが恐れがある方、そこに今十字架の血を置きます。人に対する恐れをその人の力出て行け。イエス様、境内を祝福してください。この必要、あの必要、あなたの豊かな恵みをよって、何百万、何千万、何億という単位のあなたの祝福と勝利を与え、奇跡を与えてください。イエス様、あなたに求めます。お仕事を祝福し、学業を祝福してください。受験シーズンです。その人一人一人に最善の結果を与え、合格を与え、本来その子が、その人一人が行くべき場所に必ず行き立つことができるように豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ラジオ国山さんですね、祈りのリクエストや、またあるいは祝福のお願いとかがありましたら遠慮なくおっしゃってください。先ほどメールアドレス、電話番号、そして住所をいただいたと思いますけれども、24時間受け付けていますので、お便りでもメールでも電話でも結構ですのでお待ちしています。それではですね、明日の礼拝の案内を純子さんにお願いしたいというふうに思います。はい、明日1月19日日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝5時半から、そして第一礼拝は7時半からです。第二礼拝は10時から行われています。この10時からの礼拝がメインの礼拝です。小さなお子様をお連れの方もどうぞ一緒にいらっしゃってください。途中から子どもたちの向けのお話もあります。また外国人の方には通訳もあります。そして朝来れなかった方、起きれなかった方、お仕事だったり用事のあった方は、午後2時からも礼拝を行っています。また夕方4時からはインターナショナルサービス、通訳付きの英語での礼拝です。この夕方の礼拝にもぜひいらっしゃってください。また明日はカリスマ聖会というのが夜6時半からですね、賜物を用いる実際的な訓練がありまして、7時からカリスマ聖会があります。はい、7時からあります、はい。そして、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会が持たれています。はい、この水曜日の夜の教会祈祷会はですね、これからオンライン、朝 あの礼拝と同じでオンラインで祈祷会も放送いたしまして、一人では祈れない方はスカイプを使って、教会にスカイプチャーをしてくださいますと、一緒にこちらで牧師が対応してお祈りするようになります。で、同時に2人3人一緒に祈るようになりますので、ぜひスカイプで祈祷会に参加してほしいと思います。はい、そして金曜日夜10時から徹夜祈祷会があります。はい、まあ、2時ぐらいまでありまして、どうしても夜しかも時間が取れないって忙しい方のために、たとえ5分でも10分でも来てくだされば一緒に祈りしますので、おいでになってほしいと思います。それではまた明日礼拝で皆さんとお会いできるのを心から楽しみにしています。そして2月5日水曜日午後2時西高公園、6時半長崎市和会館の人教聖会にもおいでください。主の祝福がたくさんありますように。おやすみなさい。